私の名前はさやか。結婚して13年になる42歳だ。結婚相手はあつしといって、私の高校以来の親友、めぐみの兄で45歳。大手企業の主任をしている。私が初めてあつしと会ったのは、私が就職して4年目の26歳。めぐみの家に遊びに行った時だ。めぐみの両親は離婚しており、彼女は母親とあつしと同居していたが、二人とうまくいっていないと聞いていた。母親が学業優秀、一流企業勤務の兄のあつしばかり可愛がって、二人に冷たくされている、とよく不満を言っていたのだ。しかし、めぐみの家で会ったあつしは、とてもそんなことをする人とは思えなかった。背が高く、がっしり体型で、イケメンのあつしは、私が持参したケーキを食べながら、始終にこやかで、私に優しく話しかけてくれたし、めぐみのお母さんも私の近況などを楽しそうに聞いてくれた。私には、あつしや母親が話を振ってもむすっとしているめぐみが勝手にひがんでいるだけではないか、とすら思えたのだ。しかし後日、めぐみにさりげなくそう言ったら、真っ赤な顔をして、あいつら、他人の前だといい顔するんだから、とカンカンになってしまい、それ以降このことで話せる雰囲気ではなくなってしまった。それからしばらくして、めぐみが仕事で海外転勤になった。空港まで見送りに行った私は、そこであつしと再会し、帰りしなに喫茶店に誘われた。そしていきなり、付き合ってほしいと告白されたのだ。たった一度しか会っていないのに、と驚いたが、俺とも母さんとも、すごく楽しそうに話してくれただろ。明るくて素直でいい子だなって思ったんだ。と言われ、あの時、あつしにちょっとときめいていた私はすぐに承諾したのだ。それからほぼトラブルなく3年後結婚。トラブルといえば、あつしが外食嫌いで、デート中ファストフードのフライドポテトしか食べさせてもらえなかったことくらいだ。最初はびっくりしたが、味の好みが合わない食事は嫌だというので、偏食気味なのかな。まあ結婚してから矯正させればいいし、くらいに考えていた。しかし、新婚旅行の時、ちょっと不安を感じた。旅行は添乗員付き、食事付きのツアーだったのだが、あつしはツアー途中からだんだん食事を残すようになり、最後の方ではビュッフェの和食コーナー前に陣取り、ご飯と海苔、それと義母が漬けたという持参の梅干しだけ食べるようになってしまったのだ。体調が悪いのかと心配すると、あつしは、まずいものばっかりじゃないか。あんなもの食えるか。と吐き捨てた。え、朝も晩も普通に美味しかったよ。と返すと、あれが美味しい。さやかの料理が心配になってきたな。とため息をつかれてしまった。俺がまずいと思うものをさやかはうまいと感じている。ということはさやかがうまいと思って俺に出す料理は俺にとってはまずいってことだろう。すごくショックだった。お互い実家暮らしだったから手料理を振る舞ったことはなかったけれど、婚約を機に料理教室に通っているし、料理が下手と言われたこともないと説明したが、あつしの疑いの目が変わることはなかった。新婚旅行から帰って、新居で何日か私の食事を食べたあつしは、さやかの料理ってさ、なんでこんなに甘いの？砂糖入れすぎじゃない？俺嫌いなんだけど。とうんざりした顔で言った。え？大量には入れてないよ。味をまろやかにしたり、艶やコクを出したりするために必要だから、と説明したのだが、砂糖の取りすぎが体に良くないって言われてるの知らないの？俺はただでさえ血圧が高いっていつも検診で指摘されてるのに、俺の健康なんてどうでもいいのか？と怒鳴られテーブルを立たれてしまった。私はしばらくの間呆然としていた。大さじ一杯ぶち込んでるわけじゃないし、有名なレシピ本にだって砂糖はよく登場する。
たとえ多少アツシの好みと合わないとしても、健康被害のことまで持ち出されるなんて、そんなに気に入らなかったんだろうか。とにかく砂糖を減らしてみよう。そう思い翌日からいろいろ試したが、いつも、まずい。の一言で、全然気に入ってもらえない。味見だけして、あとはスナック菓子で済ませるアツシにだんだん腹が立ってきて、偏食の子供みたいじゃない。ちゃんと栄養とか健康とか考えて作ってるんだから、私の味付けに慣れてよ。と言ったら、なんでまずい味になれなきゃいけないんだよ。料理が下手なのをごまかすんじゃない。と逆ギレされた。だって、もうどうしたらいいかわかんないよ。と泣きそうになりながら訴えると、アツシはため息をついて、じゃあ母さんに聞けよ。すごく料理上手だから。しっかり習って同じっぽく作れよ。母さんには説明しておく。と言ってきた。結婚前、義母には料理が好きだと言っていた手前、恥ずかしかったが、こうなったら仕方ないと思い、教えを請うことにした。アツシちゃんから聞いたわよ、あなた。私の大事な息子を病気にしようとしてるんですって。数日後、義実家に行った私は義母から冷たい目を向けられた。とんでもない、ただ料理を気に入ってもらえないだけだと必死に説明したが、義母は私が持参したお惣菜数種類を口に入れると、すぐに吐き出し、なーに、この気の抜けた味。本当にまずいわね。とバカにした。そして、お料理できるって自慢していた割に、この程度なの?と嘲笑ったのだ。あんなに優しかった義母の表現に驚いたし、ここまで料理をけなされたのは初めてで、屈辱感を覚えたが、アツシに気に入ってもらうには耐えるしかない。頭を下げて教えてくれるようお願いしたのだが、すぐに人に頼ろうとするなんて、なんて嫁かしら。だから私は結婚に反対したのよ。と腹立たしそうに言われた。結婚を喜んでくれたと思っていた私は強い衝撃を受けた。そんな、賛成してくれたとばかり。と言うと義母はそっぽを向き、とにかく自分でしっかり研究して、アツシちゃんの好みの味を作りなさい。とだけ言って家を追い出されたのだ。結婚を反対していたってどういうこと?アツシが帰宅すると私はすぐ聞いた。するとアツシは、お前がめぐみの友達だったからだよ。母さんも俺も出来損ないのめぐみが大嫌いだったからさ。とさらっと答えたのだ。じゃあなんで私と結婚したの?タイミングだな。ちょうど俺が結婚したいと思った時にお前がいたんだ。アツシの会社は上層部が古い考えを持っていて、男は結婚して守る人ができて初めて社会人として一人前とされているらしい。アツシは独身だという理由で再退社の同僚に昇進のチャンスを奪われたことがあり、私と出会った頃再度昇進の話が出ていたのだそうだ。ちょうどその頃お前と出会って、純情そうだし、料理も好きだって言うから結婚してやったんだ。おかげで主任に昇進できたよ。そう上から目線で答えられ、私は頭の中が真っ白になった。しかし厚氏は私のショックなどお構いなしでこう続けた。もうお前の料理には耐えられないから、今後は実家で食うよ。お前はまずい飯作って自分で食ってろ。そこまで言われ、私は叫んだ。それじゃ結婚してる意味ないじゃない。もう離婚する。しかし厚氏は、離婚なんかしたらまた上司に評価を下げられて降格させられるかもしれないじゃないか。絶対に別れないからな。と私を睨みつけ、部屋を出て行った。自分は全く愛されていなかった。
アツシにとっては単なる出世のための道具だったんだ。そう思うと悔しくて、その晩は一睡もできなかった。それ以降、アツシは本当に我が家で食事を食べることはなくなった。半年後には義母から電話で、やっぱりアツシちゃんは実家が一番だって言ってるから、今後はこっちに戻らせるわ。ああ、そっちの家賃はアツシちゃんが払うから、心配しないで住んでてくれていいわよ。と勝ち誇ったように言われた。ここまで来て、私はようやくめぐみが言っていたことが本当だったと分かった。実は、アツシと結婚することが決まった時にめぐみに連絡したのだが、絶対ダメ。兄さんはさやかのこと好きなんかじゃないから。と大反対したのだ。あの時の私は、アツシに盲目だったから、腹が立ってめぐみと絶縁。それ以降、何度めぐみから電話やメールが来ても無視していたのだ。めぐみに相談したかったが、傷つけたと思うとどうしても直接話す勇気が出ず、メールを送った。するとほんの10分後にめぐみから電話が来て、嬉しくて申し訳なくて泣き出してしまった。すべてのことを話すとめぐみの方から、今度一時帰国するから実家で会おうよ。あの二人にも痛い目に遭わせたいからさ。と言われ、その時の計画を二人で練ったのだ。めぐみの帰国翌日、私は手料理を数点持って義実家を訪れた。リビングに入ると、義母が用意したと思われる料理が何種類も用意されており、義母が妙にニコニコしている。めぐみったら、あちらのセレブに見初められて結婚するんですって。プール付きの豪邸住まいだなんて、さすが我が娘だわ。とまるで自分のことのようにはしゃいでいる。めぐみを出来損ないとクズ扱いしていたくせに、この手のひら返しに呆れた。しかしめぐみは気にしない素振りをした。久しぶりにお母さんとさやかの料理食べたくてリクエストしちゃった。楽しみ。すると義母が私の料理をつまむとププッと笑い、本当にいつまでたっても下手なままね。お料理できるって豪語しといてこの程度？とあざ笑った。ムッとしながらも無視し、私は初めて義母の料理を口にした。うわ超しょっぱい。思わず吐き出してしまうほど、その料理は塩まみれだったのだ。そんな私を見て、アツシが怒鳴った。こんなうまい母さんの料理に、なんてことするんだ、この味音痴が。するとめぐみがプーッと吹き出し、味音痴の男が偉そうに、さやかに味音痴だって。と大爆笑し、最後には笑いすぎて声が出なくなり、ヒーヒーと奇声になった。何がおかしいんだよ。味音痴を味音痴と言って何が悪い。と顔を真っ赤にしてアツシが怒鳴ると、めぐみは突然真顔になり怒鳴り返した。味音痴なのはどっちよ。お父さんが血圧200超えで脳梗塞で倒れたの。お母さんの塩まみれ料理のせいじゃない。めぐみも医師に指摘されるまで義母の料理が異常だとわからなかったらしい。お父さんも私も塩分控えめの食事するようになったら血圧が正常になったんだから、味音痴なのはそっちだよ。アツシは知らなかったが、義両親が離婚したのは後遺症が残った義父を義母が見捨てたからだった。その後めぐみは一人暮らしを始めた父親のアパートに足しげく通い、海外に行くまでずっと減塩料理を作って一緒に食べていたのだ。そう聞かされショックを受けているアツシに、今度は私が話しかけた。アツシ、会社の検診でずっと血圧のこと注意されてたんでしょ？確かこの前の結果、上が180超えてなかったっけ？それって棺桶に片足突っ込んでる状態ってことなんだって。そう言ってやると、今度はアツシが、ひっと奇声を発して、その場にへたり込んだ。
でね、私もお母さんと同じでそんな人の面倒を見たくないから離婚しようと思うの。ねえお母さん、いいですよね。義母に向かってにっこり微笑んでそう言うと、義母は無言のままわなわな震えていた。離婚なんてダメだと厚志は声を絞り出したが、私がこれまでのことをずっと自分の SNS で発信していたこと、その内容を会社に送ることも考えていると言うと、目を見開き、それからがっくりと膝をついた。その後、離婚を SNS などで公表しない、これまでの SNS も全て削除するという条件で、私たちは離婚し、慰謝料ももらうことができた。半年後、義母も高血圧で脳梗塞を起こしたらしく、海外の豪邸で生活を始めためぐみの助けも得られず、アツシがボロボロになりながら世話しているらしい。いずれアツシも倒れるかもしれないが、もう私には関係ないことだ。私はめぐみに誘われ、ずいぶん健康を取り戻した元義父を連れて、今度彼女の海外挙式に出席する予定だ。素敵な男性を紹介するよと言われ、その日を指折り数え楽しみに待っている。